全然つかないこの、スマホ置きが。よし、あ、めっちゃ下がる。あ、いけた。こんにちは。DMM 見た。ありがとう。ナングラキメトイです。ブブカさん予約した告知から気になってる。わーい、みんな見てね。予約してくれたら嬉しい。タケです。こんにちは。むつがコハタのグラビア見てテンション上がってた。なんで知ってんのみんな。もっちゃんから、むっちゃんから昨日 LINE 来たよ。秒で。初水着グラビアおめでとう。ありがとう。もう豆ではね、撮影した日に言ってたけど、今バイト終わってよ。お疲れ様。最近カータンに夢中。わーい。30日が待ち遠しい。わーい。嬉しい嬉しい。でもコハがあのお気に入りのやつはあのポスターのやつに載ってないやつなので、ぜひあのこれで見てほしいと思います。フロンティアナンコールガールやる機会多いね。嬉しいだけ。そう、なんかね、たまたま、全然多分ランダムやと思うけど、お昼ご飯食べた。まだ食べてない。さっきユナくんがもうユナお腹がって言うから、なんかちょっと踊りすぎてお腹痛いんかなみたいな感じで思って、え、大丈夫って言った。もうお腹が空いてって言ってた。グラビアが持ちきれない。わーい。 NMB か一人だけなのすごいね。嬉しい。楽しかったです。それで途中抜けて、え、体調じゃないかな、多分体調終わった後。痛いの心配するなんて優しい。お腹すいた時に思い浮かぶ。ミックスジュース何個がありました。わーい、楽しかったね。おととい。皆さん何グラを考えてください。一緒に あ、モンブランさんバラありがとう。何グラ、グラビアの撮影大変だった。楽しかった。コハタのグラビア告知があっただけでみんながお喜びして褒めてるのが嬉しい。コハワン水色の水着一瞬和田さんに見えた。え、なんかもっちゃんがミユもこんなポーズしてたやつあったよなんてもつおじが知ってた。めっちゃ詳しくないですか。 LINE でこれミユもこんなポーズしてたやつあったとか言って、どのことかわかんないけど、なんかもつおじさすが。アキタンがアキタンって呼ぶな、ピエンだな。おお、コハもアキタンをねやろうと入れようと思って。ガンスアンコールガールのコハタントークが安定していて好き。わーい。でも今日はちょっとね、あのいろいろあのちょっとあの焦りました。もつおじ、そうもつおじ。さすが。ミユのグラビアも全部覚えてるかもしれない。もつおじです。あ、そうだ、コアは髪を切ったんです。多分気づいてる方は少ないと思うけど昨日多分もうこんぐらい、でも7センチ切ったんですよ。
あきたんの髪の毛ピンク高揚感、おお、これ良くないですか？めっちゃいいやん。あきたんの髪ラキっぽい。確かに言われてみれば。秋になれど反応きらめく、きらめく初水着。何年前から紅葉してる。秋田のこれよくない？秋田の髪色ピンク、あ、紅葉か、面白い。え、あり。なんか面白いのある人いますか？今日髪サラサラだわ。今日はね、サラサラ。サラサラ切った。昨日トリートメントみたいなしたから、それも相まってサラサラ。秋にも小春日和的な。え、むず。今のお洋服コーデみたいです。え、コハ、これはザラ、ザラで、ズボンはめっちゃむずい、ここ狭。ズボンはこれ長いやつ。ズボンはこれの GU かな。でも上コート着てきました。でもコートあっちにあるんだよね、なんかチェックみたいなやつ。ザラ大好き、ザラ大好き。みんなのおすすめの冬服も教えてください。こは冬服買いたいけど何買ったらいいか分からへん。何味アキタンがブブッカを買い占め読んでるよ。チケンさん、こんにちは。コアタンはアキタン呼びを流行らせた。おお、でも流行ってないねんな。流行ってない、流行ってないですね。今日も京都って可愛い、仕事しながら見ます、わーい。トレンチコートは今日はな、トレンチコートじゃないかな、なんて言うんやろあのコート、名前分からへん。秋田の髪色ピンク紅葉、紅葉なんやったっけ、紅葉かな、紅葉だ。紅葉か、これでいっか。秋田とかにこちゃくは人気者、でも秋関係ないやん。秋田の髪色ピンク紅葉かにしようかな、どう思いますか？山へ行こう、お腹が空いたら栗拾い。ゆなくん、じゃあ今から栗拾い行かなあかん。いかなさなんて諦めて作った、あ、見た。いいと思います。いいわ、じゃあその案採用させていただきます。イエーイ。じゃあなんか1位だったらゆうきゃんのなんか資格講座みたいな資格のやつじゃないですか。なんでそのマネージャーさんと一緒に、こうでも資格とか取られへんねんけど、もし1位になったとしてもみたいな話してて、それでちょっとどんな資格が あるか見てみましょうよみたいな感じで見てたんですよ。そしたらなんか猫の描き方講座とか。何やったっけな、なんかほんまに
猫の描き方とか犬の描き方とか、なんかお絵描き初級とか、なんかそんなもあってそうめっちゃ面白かった。なんかね、そう猫の描き方以外も面白いやつがいっぱいあった。犬の描き方とか、トリマーじゃなくて、そう初級のなんか初めてのお絵描きとか、なかなかそんな忘れたけど、なんか初めてのお絵描きみたいなのもありました。ここはそれにしたいと思います。もし講座できるようになったら。猫の描き方はご飯も分かんないけど描いてました。アキタンの描き方講座、アキタンの描き方はこうやってティッシュってして、ここに音符ピンってしてピンクを上手に描く資格秋田のダンスコースモンブランさんきっとありがとう。なんかね、コハの友達がなんかこの前秋田を 見かけたらしくて、そう待って秋田先生がいたみたいな感じで LINE 来た。普通にコハの高校の時の友達なんですけど、めっちゃ面白かった。目立つからの、オタクじゃない友達も知られてるアキラ先生やとか言ってみんなアキタのこと好き、コアの友達もアキタのことめっちゃ大好き。サルさん、すぐ折れなきゃ。あー面白い。新年終わり、ライブ終わり、絶対秋田に会う。でも秋田会ったら絶対喋ってくれるって言ってました。秋田は横断歩道ですれ違っても深々と挨拶してくれる優しいだけ。秋田呼びコハタだけらしいね。みんな呼んでないんかな。コハニュあれ五七五のやつ当たるかな。周年昼と夜の間に見かけたね、飽きた。そうなんや。シオに飽きたん呼びさせよう。またプーには飽きプーって呼んでくる。でも飽きたもプーって言ってくれますよ。お願いしたら。ハニャも。意外な一面。なんかこれ何ぐらい決まったにしとこう。なんぐら、あきら先生メンバーではないよねメンバーはやばい。今度公演に出るかもね。金子さんにもあきたん呼びしてもらう。どういうこと。八期生にあきたん呼びにキュルキュル言う子いるかな。いるかも。
シオンにドーナツあげたらあきたんって呼んでくれるよ。確かにセンターの座もね、シオンドーナツあげたらね、あの譲ってくれるから、シオンにドーナツはめっちゃ効果絶大。シオンね、あの11周年の、 あのライブの時も、あの差し入れであのドーナツくださった方がいたんですよ。そしたらドーナツドーナツドーナツって言ってめっちゃ喜んでた。ドーナツ好きな子多いけど、なんかドーナツが一番って珍しいですよね。かわいい。じゃあそろそろランキング読みます。13位、あっちゃんさん、ありがとうございます。12位、ゆうきおさん、ありがとうございます。11位、ゴジラ777さん、ありがとうございます。10位、ラミヒーさん、ありがとうございます。9位はフレアさん、ありがとうございます。8位はアバエピさん、ありがとうございます。7位はゆばちアットミックスジュースさん、ありがとうございます。6位はタツおじさん、ありがとうございます。そして5位はヤマピンさん、ありがとうございます。そして4位はヨシさん、ありがとうございます。そして3位はみものさん、ありがとうございます。そして2位はしんごさん、ありがとうございます。そして1位はモンブランさん、ありがとうございます。わーい、みんな見てくれてありがとう。にゃー、ショールームのフォローとコハのツイッターのフォローもしてください。じゃあまたショールームするので見に来てねー。バイバーイ。